はい皆さんこんばんはゆきです今日も旭川カムイコ女子高生殺人事件ですね続々とですねとんでもない情報が入ってきておりますまあちょっとね順序を追ってお話したいと思うんですけどもあ私以前にですね旭川の、まあ、山麓街の、まあ、半グレたちがですね、えーまあ、薬物大麻をやっているというね お話をさせていた,だいたんですが、えー、そういうグループってですねまあやっぱり薬物とかのタイマーとかかの仕入れ元があるわけでですよねでその仕入れ元からまあ、買ってる分にはいいんですけど他のところから買ってとかまた違うルートで何かそういう売買をしているようなことがあったりすると「拉致られる」って言ってたんですね。必ず えー、その正規のルートから仕入れているわけだから、まあ、内田理子らは必ず半グレ、えー、暴力団等とつながっているという話をですね、まあ、地元の方たちのことを詳しく知ってる人がね、えー、お話ししていただいたんですけども私もねその話聞いた時にいいや拉致られるって,って思いましたよそんな簡単に拉致られるかなって思ってたんですけど。 それがですね、ちょっと現実味を帯びてきまして、確、え、信、ー、に変わった事実があるんですけども、ここ最近朝日川でですね、えー、そういった半グレたちの中で、警察の事情聴取を受けている人たちっていうのが何人か出てきているようなんですよ。で、それは、監禁に携わった人。 っていうのが呼ばれているというですねもうこれ超極秘内部情報なんですけども入ってきました朝日川のこのカムイコタンの事件をきっかけにですね sns 関係あとはそのハングレたちのメールのやり取りをですね警察が解析してそのハングレたちをですね 拉致監禁をするような犯罪を打ち合わせをしたものをですね、事情聴取しているということが分かりました。これはですね、おそらく旭川中央警察署だけの仕事じゃなくて、北海道警が動いているんじゃないかなというふうに、まあ私の推測ですが、考えております。旭、まあ、川中央警察署、あれだけのね、不祥事を、 やらかしましたので、まさすがにですね北海道警も中央警察署の刑事たちには任せておけないということでですね、まあ、大掛かりな捜査が行われているものと思われます。私の方でもですね、あのまあ捜査のね、えー、邪魔をするわけにはいかないので、あんまりね深い部分までは言及しませんが。 まあ今そういう状況ということをですね、えー、皆様にはお伝えさせていただきたいと思います内田理子周辺の半グレたちが、まあ、警察に呼び出しを食らってるっていうのはその地元の深いところに精通している人物だったら噂は耳に入ってると思いますのでそして、えー、内田理子と共犯の19歳のカムイコタンの A 子の方ですね、えー、逆走が決定しましたので今後ですね、まあ、報道などで、えー、内田理子と共犯の,の19歳の氏名等が出てくるんではないかなというふうに思います。もうね名前はネット上に出ていますのでもうご存知の方も多いかとは思いますが、まあ、そういった名前等が出ましたらですねまた詳しく。 お話しさせていただきたいと思います。ということで、ではまた次回詳しい情報をお伝えしますので、お待ちください。よろしくお願いします。